どうもこんにちは。今集落活動センター鴨の里へ向かってます。登山口がねそこにあるんでね、集落活動センター鴨の里と。どこだ、あ、あった。これは危ない。今回は、高知県の田川郡佐川町日高村の間ぐらいかな、西方山に登ります。バイカオーレンがね咲き誇るいい山だと言われてね来ましたよ。先ほど鴨の里の方からお話を聞いたんですけど、結構散ってるというか少なくなってきてるって聞いたんで、ね、入園料はお一人300円ですね。これ皆さん払ってくださいよ。はい、行きまーす。車両が通行止めと。バイカオーレのバイカっていうのはあの梅の花ですよね。その名の通りやね、梅の花に似てまして、牧野富太郎博士、あの植物博士が愛した山と、幼い頃から愛した山として有名ですよね。牧野富太郎博士がね、少年時期から愛した花となっております。なかなかの山道しかしすごいね、押しとる。バイカオーレン、牧野富太郎博士生誕160周年記念事業。博士って、俺も博士って呼ばれたいな。山博士、四国特化型山博士ですよ。四国特化型、しばらくこんな感じ、しばらくこんな感じですね。牧野先生、牧野絶対やったことあるやろ、絶対やったことある人おるわ。来た、鴨のバイカオーレン自生地来ましたね。はい、鴨の里でね、入園料入れてない方はここでね300円を入れて見に行きましょうと、領収書もらえるらしいんでね。はい、じゃあ撮りましょう。お、バイカオーレンだ。全然めちゃくちゃ咲いとるやん。ね。なるほど。すごいな、群生地ってすごいっすよね。お、ここが最後のバイカオーレン花見の場所ですと。西方山方園に行かれる方はこの南の尾根道まで登り、そこから東方への、なるほど、ありがとうございます。ほんまじゃ、
咲いとるね。私のカメラスキルではうまく撮れません。申し訳ございません。お、OK、あー、もう尾根出た。尾根出ました。こっからこっちね。 OK です。結構急登やな。すごい整備されてて登りやすいですね。出た、林道、コンクリンド。なるほど、こっちか。1時間って書いてたね。マジで。はい、ここから1時間です。これは林道1時間かな。それはないか、さすがにね。西方山、西方山。バイカオレうまく取れんかったな。皆さんはね、もうちょい早めに行った方がいいですね、これ。はあ、2月のね、中旬ぐらいが一番いいかもしれん。今3月入っちゃってるんでね。植物学者の牧野先生。すごいっすね。日本植物学の父とも呼ばれてるらしいですよ。あと朝ドラにもなるらしいですね。なったか。高知県佐川町出身なんですね。なんか偉人が多いイメージっすね、高知県。なんででしょう。龍馬、ジョン万次郎ね。中川慎太郎とかね。板垣退助さん。あの、高知県出身らしいですね。お、大旅の滝。あ、分岐か。西方山はこっち、大旅の滝はこっちと。じゃあ大旅の滝ね、せっかくなんでね、見に行きます。広末涼子さんとかね。ああ、あれは蜂かな。すごいことになってる。ちょっとだけ見に行きます。皆さん聞こえますでしょうか。見えます。めちゃくちゃ飛んでるんですよ。地味にね、肌とかにね、当たってるんですよ、蜂が。すごい。どんだけの蜂蜜取れるんですかね、これ。あ、言ってる言ってる。ビビビビビって言ってる。これは退散だ。今のは軽快音だと、俺は思うんですよ。ビビビビビビビって。怖っ。確か蜜蜂って刺したらお亡くなりになるんでしたよね。吐かないっすよね。その抜いたナイフ刺してしまえば自分も死ぬと。かわいそうだ。来ました、大旅の滝。え、なんか犬の鳴き声ですね。あ、でででででで。軟水。軟水です。じゃあ、そしたらあの分岐点まで戻って西方山向かいたいと思います。よし、戻ってきた。 OK、 さあ西方山へ向かいます。登山というよりほぼ林道かな。まあ林道って楽でいいですけどね。こういう登山もまあまあ
ティー二郎と見せかけての看板ありますね。オッケー、迷うことなしと。延々と延々と、あれなんだ、西方山はこっちになってるけど、チェーンソーアート、おお、すごいっすね。チェーンソーでこれ作ったんか、すごいリアル。高知の偉人にはチェーンソーマンもおるんやな。お、ここにも袋、すごない？すごいっすね。おお、こっち帳簿ありますね。横倉山が手前にあって、一番向こうに中津明神がありますね。器用やな、すごいな。高知県にチェーンソーマンありと。登山で一番会いたくない生物、まさかこれをアートしてくるとは、センスの塊っすね。まあね、あの注意喚起ですよね。安全じゃないよ登山はっていう、わからんよっていうね、それをチェーンソーアートでね、表現してくれてるんですよね。あれ、ハチミツ一緒に食べよう。ハチミツ、ピグレット、ピグレット、見事、見事なり。延々とこれ。着いたぞ神社。着いたぞ。おお。神社と、この裏か、西方山と霊峰、西方山、西方山、西方山でした。ヨマップの地図には石牛神社って書いてるんですけどね。お、書いてる。東山、富士浅間大神、石土大神。おお。おお。来ました。西方山山頂はもうちょっと向こうですね。はい、おー、あったー、三角点、よい、お、少し北側に道を降りてください。四国山中の山が見えます。ありがとう、鴨の里さん、鴨の里さん、ありがとう。ん、あら、
ここか。この辺が見えよったんかな。ちょっと草木が成長して見えなくなったパターンかな。ぽいっすね。うん。西方山山頂の眺望はこんな感じですね。展望は、お、西方山。このキティ山岳会さんがね、すごい山登ってますよね。よく見る。OK っす。OK っす。今回ね、バイカオレン、見ましたけども。小さくて可愛い花でしたね。来年はね、全盛期にね、見に行きたいっすね。もうちょい早い時に登りたいと思います。そしたらまあこれで。下山します。ご視聴ありがとうございました。